やあ、大量大量。これも普段の行いがいいからかな。ようやくこの皆崎様の時代が来たってわけか。えらく景気が良さそうじゃないか。え？うん、君は確か鹿なんとか。鹿之助だ。上原鹿之助。その鹿之助が一体何のようなわけ？僕ら面識らしい面識ないじゃん。遊び相手にしてやるにしてもあんま楽しくなさそうだし。悪かったな。中隊長の風魔のやつが補習に駆り出されてなけりゃ、わざわざ俺だってこんなとこまで来るもんか。それでさ、早速で悪いんだけど、今日は抜き打ちの素行調査に来たんだ。鬱陶しいだろうが協力してくれないか。素行調査？御社に協力するにあたって、よからぬことに手を染めてないかを確かめに来たんだ。あんまり言いたかないが、お前らの場合多少じゃ済まない前科があるみたいだからな。なんなんだよこいつ。垂れ臭い割に妙な凄みみたいなもんがあるな。リリムともども、こいつらの手癖の悪さは筋金入りらしいからな。舐められるわけにはいかないぞこりゃ。一つ二つ質問に答えてくれればいいだけだ。やましいことがないと分かったらすぐにでも俺は消えるよ。ただ行き過ぎた行為が発覚すりゃ即座に上に報告だ。そうなればどうなるかくらいは想像できるよな。分かってるよ。ここじゃ落ちてるものを拾って遊んでるだけだもん。最近じゃ大目玉食らうようなことしてないし。最近はだと？特務に参加してからずっと。本当だよ。別に俺も人を疑うのは趣味じゃないんだけどな。それじゃあせめて今から向かう場所に連れて行ってくれないか。嘘でしょ、信じらんない。やだやだやだ、絶対やだ。僕にもプライバシーってのがあるわけじゃん。お前裏山で寝泊まりしてるのか。宿舎の部屋を直接荒らすわけじゃないんだぞ。でも最重要機密なんだけど、僕らのトップシークレットなんだけど。そこを君土足でずかずか踏み入ろうっての。何が機密だよ。裏山に何を持ち込んでるかは知らないけどさ。それとも御社の私有地に危険物でも持ち込んでるのか。はあ、言いがかりも大概にしろよな。いくら僕でもやっちゃまずいこととセーフなことくらいわかるっての。じゃあ一目見るくらい構わないだろ。申し訳ないけど、この問答もそこを評価の対象にしていいって話だからな。ぐぅ、卑怯千番も甚だしい。それが体制側のやり方ってわけか、昆虫証明。でもやっぱり、もうわかったわかったよ。上にはいいように言っとくよ。悪いようにはしない。お咎めのないように取り計らっとく。本当？ガチのマジで？ああ、ただ個人的な視察にだけは付き合ってくれ。せめて俺を信用させるくらいは努力してくれると助かる。分かった。それくらいなら。でもちょっとだけだからね。ほんのちょっと。ああ、そうしてもらえるなら嬉しい。嬉しいついでに、さっきからブラブラさせてるそのビニール袋の中身、何が入ってるのか見せてくれないか。これもさっきの話と違うじゃんかよ。違わないぞ。俺を信用させるのに努力を惜しまないって、お前は確かに承諾したからな。手荷物検査されるなんて思わないじゃんか。言い方ばっかりコロコロ変えないでよ。もういい加減にしてくれよ。恨むなら自分たちの普段の行いを恨んでくれ。
超でっかいカエル、それとも山椒魚。ブー、何こいつ気持ち悪い。とにかく逃げ。飼育されている元生物兵器だって話だよ。テロ組織が実戦投入したのをうちの組織が捕まえて地下のどっかで飼育してるとは聞いてたけど。でもさ、僕らのこと飼い主じゃなくて生き餌みたいに考えてるでしょ。あいつ、君もタイマニンならあいつをおとなしくさせるくらいできないの？そういうわけにもいかないだろ。怪我でもさせちゃったらかわいそうだし、何より実験動物をいじめたことがバレたらあの桐生先生にどんな嫌がらせされるか分かったもんじゃない。そんじゃ一体どうすんのさ。うわ、嘘勘弁してよ。ちょっと、その見事にゴミばっか。だから言ったじゃんか、中身覗いたって全然面白くないって。この先のアジトに隠してあるものだって同じだもん。リリムと一緒に集めたおもちゃとかお宝をしまってあるだけなのに。悪かったよ、ごめん、謝るから。あー、もう最悪だよ最悪。生きてたって何もいいことない。正直にしてたって結局は疑われるんだから。本当に嘘を言っていないのであれば生きて返さなきゃな、何があっても。か上原、一度しか言わんからよく聞け。裏山で何をしているかは知らんが、即刻そこから退去することをおすすめするぞ。そうそう、大変なんですよ。マジでヤバいバケモンが放し飼いに。その付近に最近飼育している生物兵器の実証試験に用いる発信機がどういうわけか紛れ込んでいるらしい。実証実験って人間が活動困難な極地環境下における忍獣の有用性のテストだ。今回はごく簡単なお使いを山椒魚くんに指示したのだ。山中に配置した発信機を回収し、その後迅速に帰還するというんな。そのテストの過程で例えば人間に対して攻撃を加えてきたりはします？そりゃ当然、発信機の確保のためなら障害は排除するだろう。そう行動するようにしつけてあるからな。むしろ戦ってくれなきゃ困る。もっとも部外者の立ち入りは想定していなかったのだが、自分の身をもって山椒魚くんの性能をデータとして示してくれるなら構わんが、もう少しくらい五体満足で生きていたいだろう。ええ、もちろん当たり前じゃないですか。それならせいぜい頑張って逃げるといい。生き餌に立候補するかどうかはお前の判断に任せる。では達者でな。あ、ちょっと先生。くそ、切りやがった。
ていただけだったのか。その発信機をアホなカラスが拾って山頂にほったらかしてたと。だって落ちてたんだもん。盗んだわけじゃないもん。あの袋の中身だってガメ抜きなんてなかったもん。あのお金だってちょっと眺めて楽しんでから警察に持ってくつもりだったし、ちゃんと御社からお小遣いもらってたし、盗みは本当にしてないってずっと言ってたのに。ああ分かってるよ。もう疑っちゃいないよ。悪かった。これでアイスでも買って帰るか。もちろん他の連中には内緒でさ。まったく、あいつどこまで気まぐれなんだか。なんだってんだ。泣いて叫んで命乞いでもしてみな。まさか、みなさき、お前一体何しやがった。ズブの素人じゃあるまいし、自分の背中をおろそかにしすぎなんじゃないの。背中。あ、よくもこの清廉潔白な水崎様を疑ってくれやがったな、このメスガキ男。化け物の胃袋で泣いて後悔しやがるってんだ。このアホガラス、何が盗みはしないだ、大嘘こきやがって。絶対上に報告してやるからな。絶対だぞ。やれるもんならやってみな。あー、羽がムズムズしてきた。いつまでこうしてるわけ。